マークススペンサーは、プライベートブランドの衣料品、靴、ギフト商品、家庭用雑貨、食品などを販売するイギリスの小売事業者。イギリス国内に300店以上を展開するほか、約30カ国にフランチャイズ店を持つ。従業員数は、英国内で約6万3千人。国外を合わせると約8万人に上る。グループ全体の売上高は80億ポンドを超える。 ロシア帝国のユダヤ人迫害から逃れるため、イギリスへ移民してきた、ポーランド系ユダヤ人露天商、マイケル・マークスと、イギリス人のトマス・スペンサーの二人が1894年にリーズで開業した。1905年に、スペンサーが、1907年には、マイケル・マークスが、相次いで死去したが、マイケルの長男初代、マークス男爵サイモン・マークスが事業を継承し、 義兄弟シーフ男爵イスラエルシーフと共同して巨大チェーンストアに成長させた。1926年には株式会社となり、1930年本店をロンドンマーブルアーチに開いた。1964年にサイモン・マークスが死去後、マークス家の親族シーフ家が経営を見たが、1983年にレーナー男爵でリック・レーナーが社長となってから、 同族経営は終わった。1999年、オンラインショッピングができる、マークススペンサーウェブサイトを開設。リーズ市内最大規模のブリゲイト店、マークススペンサーは、早い段階から IC タグを取り入れた商品管理を行っていた。下げ札式の電子タグを利用し、商品が売れたらその場でタグをちぎり取る。この IC タグを利用することによって今どういう、 品物が売れているのかを豊富なバリエーションの中から把握できる。2005年頃から始まり、今では全店舗にシステムが取り入れられている。このシステムは富士通のものである。イスラエル支援企業の一つであるとして、パレスチナを支援するムスリムや国内外の左翼グループなどから批判されており、店舗にアパルトヘイトを支援するな、などと落書きされる事件も起きている。マークス スペンサー側は、公式なコメントとして、我々は特定の政党や国を支援したり、献金を受けたりすることはないとしている。先日のイスラエルとの関係に関連して、1973年に、ロンドンで M&S 社社長が暗殺未遂される事件が発生した。これには、共産主義思想を持つ国際テロリストである、カルロス・ザ・ジャッカルが関与していた。CM の一例。 ありがとうございます。